武田塾イングリッシュ CEO の一石です。武田塾イングリッシュディレクターの森田です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。トーフルルート公開ということで、今回はその中でも基礎ルートとなっているんですけども、はい、これはどういった人向けのルートになるんですか？やっぱトフルってすごく難しい試験なので、はい、本当であれば英検準一級ルートが終わっている段階が理想です。ただやっぱり時間がないと、はい、もうその英検のために勉強してる暇なんかないんです、うんうん、トフルを早く取らなきゃいけないんですっていう人のためのルートになりますね。なので、まあ、トフルのものだけじゃないっていうのはこれを見ても分かるとは思うんですけど、最初のもちろん当然単語熟語っていうのは TOEFL のものをやらないといけないので、完全攻略 TOEFL テスト英単語4000、これも本当は英検の準1レベルの単語ぐらいはもう分かるよっていうのが理想なんですけども、この単語帳には簡単なものも前の方には載っているのでこれにしました。そして面白いかなと思うのは構文解釈が入っているということです。大学受験でおなじみの肘先生の読解のためのですね英文法なんですけども、こちらでちゃんと構文っていうのを分かってもらうっていうですね、やっぱ英語の構文分からないと本当にリーディング読めないと思いますし、そうですよね、スピーキングやライティングにも読解が出てきてしまうのでやっておいてほしいなっていうのがありますね。それと同時進行でジャンプスタートですね。いきなりライティングかって思ったんですけど、トーフルだと4技能すべて30点で評価されますので、はい、書けないとやっぱりスピーキングの方もできなくなってしまうので、うんうんうん、ジャンプスタートが入っているという感じですね、はい、生配信の方でジャンプスタートについてもちょっといろいろ話してきたんですけども、中1から中3のレベルの英文法を使って英作文を行うっていうやつですね、うんうん、まあ、正しく書ける型を覚えた方がいいかなというところでジャンプスタート入れています、はい、瞬間英作文にしてない理由としてはジャンプスタートの方が薄いっていうところで、うんうん、時間ない方向けみたいな感じでもあったのと、解説がしっかりしているので入れている感じですね。同時並行で進めた後にリーディングとして速トレ標準編ですね。大学受験ぐらいの難易度の結構簡単めな参考書ではあるんですけど、いきなりトフルの問題に入るよりはちょっとこれで肩慣らししておいた方がいいかなという、はい、入れてます ね。その後でリーディングでトフルのをちゃんとやりたいっていう場合だったら、トフルテストリーディング問題270を追加するっていう形になりますね。リスニングの方はトフルテストリスニング問題190というのになります。どっちも無理だという場合ですね、っていう場合だったら英検準一級だったり、英検準一級ですら無理ですってなったらやっぱ2級のものだったりとかをやってもらうしかないんじゃないかなっていうのはありますね、うん、一応これも時間がない人向けでやるっていうのが大事になりますので、うん、はい、でそれに対してトフルのライティングの方はやってほしいです。インディペンデントの方は設問あるだけなので、インテグレイテッドの方はやっぱ読んで聞けなきゃいけないので、リスニングとリーディングができるってことが大前提なんですけど、トピックが与えられてっていうものはできるようにしておいてほしいですね。で同じようにこのスピーキングの方もトフルスピーキング110の方に入ってもらいます。これはもうインテグレイテッドもやっぱ手も足も出ないのであればもうインディペンデントでっていう形になりますね。でそれが終わった段階で今度は模試に入るという感じですね。ただ相当きついと思います。トフルっていうのは甘くないので、本当に時間がない、どうしても無理ですっていう場合は英検系のものと置き換えながらやっていくっていうのを考えなければいけないっていう感じですね。理想的な進め方としてはやっぱり英検準一級取ってないといけないんで、まあ、TOEFL については過去に何回か動画も出してますので、はい、そちらも見ていただいて勉強してみてもらえたらいいなと思います。英語クイズ、前回はですね Have a snooze を問題として出していたんですけども、意味はいたた寝するですね、短い間眠るっていうことですね、うん、Take a nap と同じイメージになるんで、うん、まあ、両方あの入れ替えて使うこともできるんですけど、はい、Take a nap の方がみんなよく言うんでちょっとおしゃれな言い方みたいな感じですね。携帯とかにもねスヌーズ機能とかって、ね、ついてますよね、うん、寝落ちするっていう意味じゃなくて意図的に眠るイメージになるので、例文としては I usually have a snooze after heavy lunch みたいな感じで習慣になってたりとか、まあ、意図的に眠るっていう、うんうん、イメージになります。ドーズオフみたいにウトウトみたいな意味ではならないということですね。ではないということですね。ちなみにドーズオフを次に出そうと思ってました。しまった今回の問題お願いします、はい、今回の問題はスワンプっていう表現ですね。これを使った例文をですね考えていただければ、知ってる方ですねぜひぜひ書いてみてください。4発授業をしない武田塾イングリッシュ無料カウンセリングでお待ちしてます。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.